日本奈良県生駒市、眉海眉海は奈良県生駒市の町名。現行行政地名は眉海一丁目から眉海四点目。郵便番号630-0122。生駒市の東部に位置し、同じ生駒市の北山と、上町、眉海南や奈良市の商用台と接する住宅地である。この地域は元々の丘陵地帯を 近鉄不動産によって1970年代に宅地化された。その時、奈良時代の豪族、小野眉美町級にちなんで、ゆ美住宅として売り出された。何度かの拡大工事により現在の姿となる。その後道路などのインフラは、生駒市に移管された。開発時は周囲を山林に囲まれ、上町に通ずる道路がある以外は孤立した住宅地であった。 周辺地域の開発により、近隣地域への移動が可能になった。近鉄奈良線学園前駅への奈良交通バスが、運行を開始してからは、交通の便が良くなったこと、住宅地としての景観が良いこと、学園前駅一帯が高級住宅地のイメージがある、ことなどから、当時のバブル経済の自流に乗って、真弓の地価も上昇した。真弓の道路は、 住宅地と一体で造成されたため、よく整備されている。歩道付けの道路には、ポプラ並木が植樹され、紅葉シーズンが楽しめる。憲兵率が厳しく、道路より一段高い宅地が多いため、住宅が整然としている。眉美地地開館活内は、集合住宅の建築が禁止されている。以前、コンビニエンスストア開店に際し、景観、治安が悪くなるとして、 住民の反対運動が起こった。結局コンビニエンスストアは朝7時から夜10時までの営業時間で開店したが、現在は閉店した。住宅地の地下は2013年7月1日に公表された奈良県の地下調査によれば、眉見3から4から7の地点で11万7000円、平方メートルとなっている。開発時の住所は、生駒市場町の一部であったが、 後に正式に、生駒島しまゆみとなった。隣接する北山和住宅はもともとまゆみの延長として宅地化されたが、1個あたりの区画がまゆみよりも小さいため、イメージダウンを懸念した、まゆみ川住民の申し入れにより名称変更を余儀なくされたという説がある。2019年10月1日現在の世帯数と人口は以下の通りである。国勢調査による人口の推移。 国勢調査による世帯数の推移。2016年現在の経済センサス調査による事業所数と従業員数は以下の通りである。まゆみの住宅に隣接する形で近鉄京阪な線学県北伊古駅が2006年3月27日に開業した。京阪な線は大阪メトロ中央線と直通運転にしているため、まゆみはバスの利用なしで、 大阪市内まで移動できる住宅地になったが、同線は京都府方面や奈良市中心部方面へは通じていないため、これら方面に向かうには、学園前駅と学研北生駒駅、鉱山サイエンスタウンを結ぶバスに乗車し、近鉄奈良線学園前駅を利用する。軽阪な線が開通する直前は、学園前駅まで伸ばすが、唯一の公共交通機関であった。 主要道路として、住宅街の中心に、奈良山大通りに直結する形で、生駒市道5号線が通っており、市の西側や奈良市側に移動が可能である。この道路を、奈良市側の奈良山大通りに接続するにあたって、交通量増加を懸念する、奈良市側住民の猛反対があった。そのためわずか数十メートルを残して、道路工事が中断した。 現在の生駒市道5号線が、現在の奈良山大通りに接続する以前、真弓の最寄り駅は、近鉄奈良線、富尾駅であり、富尾駅業のバスが運行されていた。しかし、富尾駅業のバスは、本数が、少なく、さらに、富尾駅は、学園前駅と異なり急行、快速急行が通過するため、富尾駅を経由する移動は不便であった。眉美の多数の住民は、 現在の生駒市道5号線が開通するまでの間、隣接する奈良市商用台まで徒歩、または自転車で越境し、商用台2丁目のバス停留所から学園前校のバスに乗車した。この越境の模様を記事にした新聞の不買運動が奈良市川で起こったという混迷を示す話が残っている。その後1980年代に現在のイ駒市道5号線が 現在の奈良山を通りに接続した。接続と同時に、商用台二丁目で終点だったバス路線が、眉海二丁目まで延長され、学園前駅と眉海を結ぶ、バス路線となった。軽阪な線が開通した2006年、このバス路線は、学園前駅と、学研北井駒駅、鉱山サイエンスタウンを結ぶ、バス路線となっている。奈良交通のバス停留所が、眉海一丁目、 眉海二丁目、眉海三丁目、眉海四丁目の4ヶ所を存在する。これらのバス停留所には、大阪南場を深夜に出発する同社の深夜、急行バスも停車する。かつては、奈良市との境界に、眉海東口というバス停留所があり、富尾駅行のバスの終点として利用されたが、富尾駅行バスの区間短縮に伴い廃止された。なお、 富岡行バスだけが運行されていた頃、現在の眉海二丁目バス停留所は、眉口、地、眉海三丁目バス停留所は、眉住宅と呼ばれていた。ありがとうございます。